ゆっくりしていってね。おう、ニューコマンジです。パート5だね。5始めていきます。え、ちょっと誰の自己紹介なしでよかったかったあ、ハルくんです。言ってじゃん。ハルくんです。阿部です。はい、やってみましょう。はい、ドアノブを手に入れる。ドアノブを、まあ、プラストライバー使うで。そう、プラストライバー使ってだから一回戻して、はい、戻してって。で、プラスなんでセーブ。あ、使った瞬間出てくる可能性があるから。オッケー、ドノブを入手した。手に入れた。で、ドノブ使う部屋。ドノブ使う部屋、ドノブ使う部屋なんてあったか。入手しました。ヒロシの歩き方もちょっと問題があるけど、うん、右側の白い壁の中に一つだけうっすらと黒色になってる。あ、間違えた。んすごい焦った。何の前、あ、これ黒に行くだ。お前ウィキの、ウィキの文を見ちゃった。ん、何でもない。何でもない。ウィキの文を見ちゃった。何でもない。今一つだけうっすらと黒色になってる。ここあれだよね、皿だよ、皿。そうそうそう、皿の破片でビシ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 。そうそう、ほら、okay. 腕やドアノブだ。いいね、yeah. サクサクじゃん。いい、ね、結構サクサクじゃん。いいね。あ、暗い部屋、これライターだ。これでライターだよ。これライターだ。あー、ここ怖いやつ。ここで青に来るのが一番詰みそうだよな。詰めよ、来るもん。来るっけ。来るだろ。あ、つけて、あ、大丈夫だ。けどここ青に多分来るよ。うん、ロウソクの部屋。その写真見たの、タクロの。タクロじゃないよ、ね、タクロじゃないか。うわぁ、おぉ、あ、あ、あ、監獄だ。ここ、ここ閉めてから行かない。ここやばい、ここ閉めて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 。オッケー、取っていただき。あ、じゃあ、あれ、入れないんですか。入れないんですか。どうしたんですか。あ、あ、両面の大きさ違いすぎる。リアルすぎ。ここが一番怖いシーンだよね。うん、たまに顔がドアップになるところが。もうここ知っちゃってるからね。バイバイ。ここはもう有名だから、ね、そう、ここはもう有名だからね。あんま怖くない。あんま怖くない。これ初見で見たら多分めっちゃ怖いよね。ヒーッつってヒーッキューッつってヒーッつって。あれ、サムネ決定だ。サムネ決定。うるせえうるせえ。サムネ決定、ガチャガチャで、ででで、どうするの。何やってんだよお前。そこ、あ、そうだ、地下室だ、今から。おう、地下室だ。え、ミカ、ミカの声だ。ミカの声だ。あ、これやばくない。行ったらあ、行ったら食われてるじゃん。これ有名なシーンだよね。つか俺さ、てか、タケシとか。うぇい、あ、知らん。あ、すいません。うん、あ、やべえ、折れちゃった。あ、どうした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 。折れちゃった、折れちゃった、折れちゃった。おお、神回避、神回避。完全に神回避だよ。今のはちょっと、今年一番。今年一番だ。もう慣れたもんですね。おいー、もういいね。で、ミカの部屋戻る。あー、すいません。タクロで置いたのあいつは。これサクサクプレイじゃない。これ10パート以内に終わるんじゃない。そうだね。あ、わかんない。わー、どうだろうね、どうだろうね。ああ、死んでる。じゃあ 10パート以内に終わったらあれだ、阿部鬼やろう。おう、そうだ、阿部鬼やろう。2作目として阿部鬼をやろう。そうだね。ただの屍のようだ。屍か。お、ああ、これは知ってる。椅子を持ってこない。椅子を持ってこないといけないな。椅子なんの椅子な。あれ、もうすぐはんぺん出るよね。はんぺん、ああ、もうちょっとで出るね。はんぺんいいね。はんぺんいいね。はんぺんの答えだら、それも取るら。じゃあ、はんぺんはあれだよ。はんぺんは向こう行ってからだよ。あれ？あれ？そうだっけ？じゃあ何出てくんの？もう何でミカタイプ？髪長いミカタイプ？うん、ミカモデル。あれ、はんぺんって何だっけ？マイナスドライバー。おい、マイナスドライバーです。芯ね、入れ替えることできるだな。要は。ピッ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 カシャカシャカシャッつガチーンつ。下。下。あ、そういう地上押さないといけないの。うん、そうだね。めんどくさそうだ。めっちゃガチガチやってる。うん、いっそのこと持っていけんの。ね、ね、なんでもこいつ押すだけなの。ヒロシ頭悪い。うん、見た目めっちゃ頭良さそうなの。そうだよね。やることがアホなんだよ。チカロの鍵。チカロ、あ、チカロ、え、あるよ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 、うん、あるチカロ、じゃあそこ、あ、え、あ、
これがミカじゃないよ。金八先生ちょーす。チャラ男になった、チャラ男になった。金八先生三年B組青鬼先生新しいドラマ始まった。おい、ちょ、怖い怖い怖い。あ、青鬼先生に、あ、セミさん、あ、あれ椅子動かすとこだよ。あー、じゃあ一回止めて、カット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 しないの。ああしないので、は、あー、こっからじゃん。あ、よかったじゃん。あ、カットじゃない。オートセーブ、よ、用意シュートな俺さ。あれセーブしてた。あ、そう、さすがだわ。青鬼がチャラ男になった。違う、金八先生が、金八先生が、金八先生ちょっとマジで金髪先生にしか見えない。なんか食った人になるな、これって。そう、食ったらその人も、じゃあ全員食ったらめっちゃハーフになるよ。めっちゃハーフめっちゃハーフってなんやねすごいハーフめっちゃハーフってなんや怖いわ、なんかすごい怖い。ハーフってハーフしかなんないだろ。はい、ということでね、はい、はい、今回ね、あ、動画短くねえか。そう、もうちょっとやっ、いや、いいよいいよ、いいよ、いいよ。金八先生と戦ったところで今回は終わりにします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。